ベートン軍とは、台南部に位置するヤラー県の最南部にある軍。南はマレーシアに接している。ベートンとは、マレー語のブルビトングに由来する言葉で、竹という意味を持つ。旧称はラヨム。スコータイ王朝、アユタヤ王朝時代には、マレー系の王がこの一帯を治めていた。後のラーマ一世時代には、パタニ王国の一部であるラーマント。 中央政府に対抗するため融合した。ラーマ5世の時代には着リー改革と称して地方行政改革が行われ、ラヨム軍としてモントンパターニーの一部を形成した。1909年ラヨム軍の一部が英領マラユに併合される。その後、1930年にプラピチットバンチャーにより軍庁所在地を現在の場所が一転され、軍名をベートンに変えた。 一方、1933年10月28日には、ベートン全体が、英領マラユに併合されそうになるが、住民の猛反対により併合を回避した。太平洋戦争の後は、マレーシア共産党により、軍南部が占拠されとされ、これが長く続くことになるが1989年までに、撤退した。軍は北側を除き山岳に囲まれている。また、市街地から、 マレーシアの国境までは10キロもない。軍西部には温泉もある。軍内の主要な産業は農業と観光である。台南部の特産品であるゴムの生産が行われている。観光業ではマレーシアからの観光客を受け入れるための施設の経営が行われている。国境貿易も行われている。ベートン郡は5つの町に分けられる。ありがとうございます。